マルクスの基本定理、どんなことだったかということを、説明しておきますが、利潤が存在するということは労働が搾取されているということだということを数学的に証明した定理であります。で、1950年代に沖潮の号によって証明されました。で、どんなことを言ってるかというと、プラスの利潤をもたらすあらゆる科学のもとで、労働が搾取されていると。で、この、ことが、証明するためには、投下労働価値に比例する科学は前提する必要がありませんということですね。これを、2種類じゃなくて多種類ですね。一般的に N 種類。そういう財があるケースで、行列とかベクトルを使って証明をしているんですが、一般向けには先ほどお見せした沖潮の、蓄積論ですね。その生産手段と消費財の二財モデルが用いられてきた。だけども想定の抽象性が高くて初学者の理解を得るのが難しかったということです。それで私が開発したのがこれです。だったら行列とかベクトルとかでやるんだけれども、それを数式を使わなくてグラフだけでやろうというこういう話であります。で、ここでは数式を一切使わず一般的な多種類の財がある、ね、2種類しかありませんみたいなそんな抽象を必要としない、そういうケースでマルクスの基本定理を厳密に証明する説明を示したいと思います。労働は1種類は許してくださいという、労働は1種類だ。その労働者がこんだけの労働時間、働いてますよということですね。今その縦に貨幣賃金率を取ります、労働時間あたりの、時給と考えてください。で、労働時間として日の長さを取りますと、この長方形の面積ですが、これがこの労働者が受け取る賃金の金額になります。労働時間×貨幣賃金率ですね。で、こんだけの金額の賃金を受け取ります。それで、この賃金でいろんなものが買えるということですね。その賃金で買える所在の金額が賃金額と等しいですよということです。で、そうするとですね、このいろんなもの金額ですが、このいろんなものですけれども、それぞれやっぱり生産手段を投入して賃金を払って利潤を上げて生産されているわけですね。なんで、先ほどの、この総額は生産手段の投入費用プラス賃金プラス利潤になっています。一方、この生産手段ですが、こいつもまた生産手段を投入して賃金払って利潤を上げているわけで、こういうふうになっている。この生産手段の投入費用がまた、こうなって生産手段の投入費用と賃金と利潤になっている。これがまた生産手段の投入費用と賃金と利潤になっている。というふうにずっと分解されていくわけですね。で、そうするとどうなるかっていうと、パタパタパタとこういうふうになりまして、結局、先ほどの賃金で買えるさまざまな、財の、総額ですが、それ全体が直接間接の賃金と直接間接の利潤、総和になっている。そうすると、先ほども言いましたが、この縦の長さで貨幣賃金率でした。で、そうすると、これ直接間接の賃金ということですから、これを貨幣賃金率で割るということになる。この横の長さというのは先ほど言いましたように自分の賃金を得るための労働時間で、この長さ、この長さというのはその賃金で得られたさまざまなものがありますが、その賃金で得られるものを生産するための直接間接の労働時間を表すということです。で、この労働時間をかければ、これが作られて、で、労働者はこれを受け取っているということになりますね。で、そうするとこうなっているということですわ。つまり労働者は自分が受け取るものを作るための労働時間よりももっとたくさん働いているんですよと、常用労働をしているんですということですね。一応マルクス経済学の用語でこっちを必要労働と言います。こっち常用労働といって、小論で使われている記号ではこっち V、こっち M というふうに書きますということで、労働の搾取があるんですよということが証明されましたということ、めでたく数式を使わずにグラフだけで一般的な証明ができましたということです。ここで注意すべきは、労働搾取っていうとき、ついついですね、ある一つの工場の中で、鬼のような資本家がおって、数面の涙のような賃金でこきつかってですね、労働搾取してると、そのことによってウハハ儲かって利潤が儲かってますよと、やつは自分のところでひどい労働でブラック企業で利潤儲けてる、そういう世の中の現実ってのはたくさんあるわけなんですが、しかしここで言っている労働の搾取って必ずしもそうじゃないケースもある、要するに自分を雇用している利潤、資本家の利潤とは直接には関係がないということですね。
要するに社会全体で生み出されているものだということです。つまり、先ほどの通り、一人の労働者の労働時間がこの横の長さあって、そのうちこんだけが自分のための労働、こんだけが搾取される他人のための労働というふうにしますとですね、世の中の労働者の総人数を立てて取るとですね、でまあ今一応全部同じような労働者としましょう、話を簡単にするために、全ての労働者が同じ時間働いて同じ財を買うというふうにしますとですね、一人当たりこんだけ働いて、でこんだけ の人数がいて、で、それで労働者各自が受け取るものがみんな作られますということになりますから、要するに、このピンクのところの労働時間、の労働をかけることによって世の中全体の賃金財、賃金で買われるものが、生産されてますと、まあ、そういうことになります。その縦をですね、別途世の中全体の賃金財がありますが、これを作るために直接間接に、働いている人たち、賃金財の生産のために直接働いている人もいるし、それを作るための生産手段を作るために働いている人もいると、その、賃金財生産に直接間接に従事しているあの労働者たち、こんだけいると、いうふうに書きますとですね、先ほど あのピンクの面積、とこのピンクの面積が等しく ならないといけないわけですね。でそうするとここに黄色の面積が出てくるんですが、これが何になるかというと、労働者が受け取る財じゃない財です、世の中の純正産物のうち労働者が自由にできない、そういうものを作るために直接間接に働いている労働者たちがこの長さだということがわかるわけですね。ということなので、この黄色の部分 の面積って何を表しているかというと、要は、その労働者たちが手にすることができない生産物、世の中の常用生産物、その常用生産物を直接間接に生産するための労働がこの黄色の面積ですよということがわかるわけですね。この労働によって作られているんですということです。先ほどこういうふうに切りましたけども、今こういうふうに切った、このピンクとこのピンクが等しいということは、この黄色とこの黄色も等しくないといけないということになりますから、この黄色の面積、世の中の常用生産物を直接間接に生産するための労働ということになります。でということは、この労働者1人当たりにすると、必要労働時間働いて、それ自分用の賃金財を、結局受け取ると、じゃあ残りの時間は何してるかっていうと、これは要するに世の中全体で常用生産物を作ってる、その労働をシェアし合ってるんだということですね。でこれが資本家の方になるというのが資本主義経済なんですよということです。考えてみたら、これは中世の、農民なんかと同じってことです。まあ、中世ヨーロッパなんかではこんな感じでした。一応、キリスト教国っていうことになってますので、日曜日はお休みっていうことは、実際には働かされたりしてましたけど、一応、建前通り、週6日の労働ということにしておくとですね、例えば、週3日は自分の土地で労働して、で週3日は領主の保有地のところに行ってですね、そこで働かされるというような、まあ、不益制みたいな。こんな制度だったわけですね。そうするとこの農奴にとっては、搾取というのは非常に利量であります、週6日働いて、その3日間は自分のために働いて、3日間は漁師のために働いているということになりますが、これと結局同じことをやってるんですよ、資本主義経済は。そういうことになるわけですね。だからマルクスの基本定理が示しているのは、この搾取が、中世の農奴だったら分業とかあんまりないから非常に明瞭だけど、それが資本主義経済、社会的分業がある、なのでそれが社会全体の連環の中でこの搾取というのが起こってるんですよということです。特定の個別資本の下での搾取関係ではないということであります。で、それから賃金決定の仕方というものにこの話が依存してないということですね。で、マルクスの資本論は、賃金が決まるのはどういう決まり方をするんですかという説明として、労働力というものを再生産する水準で決まりますという説明をしています。マルクスの資本論の場合、そういう説明の仕方をするということが、搾取の論証にとって非常に決定的に重要なことだというふうに、まあ、考えられてきたわけなんですが、しかし、このケース、この証明の場合、別にそれに依存しないということですね。労働力の再生産水準で賃金が決まりますということにはもう依存しなくて、どんな賃金の決まり方をしたとしても今の話は言えるんですということです。だから、
そのもう、新古典派経済学とかが言っているような、限界生産力で決まりますみたいな話でも言えるわけです。で、まあ、ポストケインズ派の一部の人たちが言っているような、力関係で決まりますみたいな話だったとしても言えるわけです。どんな決まり方だとしても今の話は成り立ちます。ということです。それから価格決定もそうですね。価格決定も、マルクスの資本論は労働価値価格で最初証明しますけれども、別にその必要はない。第3巻の生産価格で、決まるということだったとしても成り立つけども、その必要もない。ポストケインズ派の人たちが言っているマークアップの価格で決まるでもいいです。あるいは競争均衡価格でもいいんです。主流派の人たちが言っているような価格の決まり方でもいいです。どんな価格の決まり方だとしても、この話は成り立ちます。という非常に強力な定義になっているということであります。